お昼は花屋さん、夜はゲイバーのたかしのお花畑でございます。皆様ほっこりしまして、今日は梅雨明けでございますよ。まあどうなんでしょうか、良かったのか良くないのか、これから灼熱の時刻が始まりますけど。本当ですね、本当にもう息子さんも今ねちょっとされてるから、もうこうやってペタッてこうやって肌と肌がこう触れ合うとね、一番こうイラッとするね、嫌な感じですね。マイクちょっと動かそうとしたら、うん、寝ちょって、あ、息子ちゃん寝ちょっとしてるって言って、ね、玄関の中歩いてきました。そうだけどね、不思議だね。なんかあのタイ行った時もこうやってなんかタンクトップとかじゃん、暑くて、はい、で信号待ちとかでさ、たま触る気はないけどね、ピタッて触れたりするじゃん、はい、でもやめてよってなんかすごくもうね、あの気持ち悪い季節になってまいりました。なんか長袖の方が涼しいみたいな言いますね。ああ、だ部屋で裸でいると余計に暑いね、うん、なんか汗かいちゃうけど、はい、なんか変な寒さになってきてる、うん、やっぱりなんか T シャツ1枚着てるとかさ、やっぱり着てるの大事だね、うんうん、ちゃんと吸収して汗、うん、まあ、前回も言いましたけども、ね、部屋のエアコンがあの完璧に直りましてですね、新しいの購入したので、はい、はい、心地よい、こんなに涼しいのかとエアコンってすげえっていう、あのやっぱね、空気が全然違う、もうどんよりとした生ドロンとした冷たい、ビヨンとした冷たい風ね、はいはい、が今カキーンってくるから、すんごいもう、あ、私あれで熱だ、あれでね、ちょっと軽く熱中症っぽい感じで熱出ちゃったんだなと思って、うん、そしたら今度はとどめにあんた店のエアコンがブーンと止まるっていう、いやー、私昨日あんた友達に電話してお願いだから来てちょうだいって、で夜来てもらってさ、なんとか修復してきました、うん、よかった。これでミス、もうほんと毎年エアコンで悩むわ、毎年エアコンで大騒ぎっていうだからもうこれでも乗り切れるわ今年の夏は。で昨日体調悪い言うとのに、あのバーベキューあ、バーベキュー、そう言ってさ、たらもうあんな豪華なバーベキュー初めて、うなぎも、うなぎなんかすんごい、あと今うなぎ、うな重とかさ、あんなのさ1匹丼4000円か5000円するじゃん、ね、そう、それが1匹5000円と考えてさ、めちゃめちゃいいうなぎだって、うん、ブルーってあるからさ、って言って、夕焼けいたんだけど、夕焼けいたで、ざっくりこれうなぎだけで普通に買ったらこれ10万ぐらいじゃないって言ったら、って言いながら、すぐ計算する。そう、そうね。で、アワビでしょ、うん、伊勢エビ、で、ウニ、あんたウニ、あんなうまいウニ初めて食べたでし、もう、だうまーと思って、でもって、食べていいよってこと、本当とかって、こんな高級なウニ、私もしかしたら生まれて初めてかもって、何の臭みも何にもないねって言って、こう食べて、ペロッと食べちゃったのに、一皿。これ痛風やばないっていう、もう一個あるよって言うから、もう大丈夫、もうしこれで食べたら死ぬわって、そしてイカが来てエビが来てとどめじゃんって。え、海に近かったんですか。うん、普通のガレージみたいなところをさ、趣味でこう改造されてさ、こうこじゃれたさ、大人のところジョージみたいな、ああいう感じのさ、そう、ああいう昔のあの昔の何車、うん、とかも置いて、バイクとかさ、そういうの置いて、でサザンが流れてさ、なんかそこだけなんか海のなんかちょっとこうおしゃれなリゾートみたいな感じで、そう、なんかもう男の趣味、そう、男の趣味の家みたいなさ、おしゃれな感じでさ、うん、来てる友達がみんな言ってた、普通の家より高いからここママって言うから確かにって言ってそうですすごいいいな、羨ましい。そこの一角だけ変わってるんだけどね、急に住宅街のところにあるからさ、あっつって、ここでバーベキューやっていいのって言いながら、もうキャッキャ言いながら、それはお客さんですか。うん、うん、よか楽しかったで、行ってよかった。もうでもあんな美味しいもの私食べれて、うん、行く前なんかもうそこら辺の網なんかで、そこら辺でもなんか焼いたような肉さ、別にさとかって言いながらもさ、いやうまーっつってこれバーベキュー場で本当にやったらすっげえ額だなとかって、そうですね、そう、よかったですよ。でも、うん、やっぱそういうことやっていかないとね、うん、出ないといけない。いくら暑いからといって、まあ部屋にいてね、うん、あの涼むのも大事だけどさ、まあ、どっかにも行かんとね。もう自分今年なんですけど、日傘デビューしまして、うん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 、なんか前までちょっと恥ずかしいみたいな気持ちだったんですけど、うんうんうん、そうもいくとね、うん、あ、どう違う、全然違いますね。へえ、ちっちゃいんですけど、うんうん、日傘をこうやってもっと歩いてんの、みすけおしゃれ今いません結構、あんまり見ないけど、
ファッション的に最近伊助さんもともとほらおしゃれだけどさ、はい、ちょっとまたおしゃれな感じになってきてるじゃん、うん、この間もあんだここなんだっけこれ、スピヘッドスピーカーみたいなやつこうヘッドフォンあれ聞くわけじゃないんだけどこうやってこうおしゃれでね今聞いてるけどさちょっとほとんど聞くっていうよりもおしゃれじゃん、まあ、そうですね、うん、飾りじゃんここに、うん、で最近若い子やってるじゃん、うん、いやおしゃれと思って私も欲しいって言ってね、はいはい、私もやったけどね私似合わんねあれなんだ本当に音楽聴いてんのおじさんって感じであおしゃれか何こうやって歩いとんのあんた、うん、全然違いますちょうどいいサイズなんですよそのでかすぎずその人の邪魔にならないっていうの でこうやってカメラ持ってこうやって怪しいこれどこで買ったのこれアマゾンですいくら3,000円ぐらいかな高えな意外とするねあの外が白中が黒が一番、うん、その熱を逃がしやすいらしい私も買ってよ全然めっちゃ軽くないですか、うん、軽くていい、うん、邪魔なあのあれだもんね苦にならないうんいいこれでそういえば昨日も話題出たんだけどさ花見に行ったじゃん穂萌さんと鶴舞公園にはいはいはい、うん、あの帰りにさサメ釣りやってる時にすんげえイケメン来たじゃんああはいはいはいあの子アランちゃんっていうんだけどさ、うんはいはい、あの子今ネットフリックスでドラマやってるじゃんボーイフレンドとかっていうああですよねそうなのよアランちゃんもうとうとう手に届かなくなっちゃった早かったな早かったわ結構 DM 送ったりしてたんだけどねデートしようとか言って、うん、ぜひ出てほしいですそうでデートしようとか言っててでちょっとこの間本当にごめんなさいとか言って、うんもう遅くなっちゃってごめんなさいみたいな返信返ってきたんだけど、うん、もう今度事務所に入っていろいろあの活動するんで、うん、またお知らせしますねみたいな、うん、あ本当頑張ってねとかってそうこうしてるうちになんかネットフリックスでなんかなんだっけボーイフレンドとかっていうさ、うん、あれなんか昔男と女がやってたじゃないなんかテラスハウス、ね、みたいなやつ、うん、出とるともうやだもう無理だ私と思ってめっちゃ見とるらしいね昨日もお客さんが めっちゃ見てるんだわとか言ってたそんな見とるって言ってそしたらなんかえなんか見たことあるなみたいな、うんうん、それがアランさんだそうそうそうでも昨日来たお客さんも、まあ、アランちゃんがめっちゃいい子なんだわとか言ってたもんもうマインドがなんかうんうんなんかねポジティブなそうそうプラス校のさ、うんうん、いい発言しかしないもんねこうでこうなんだよって言ってもさでもさこうでこうじゃんとかっていうようなねあの発想はいいなと思う。さすがなんかまあそのハーフだからっていうわけじゃないけどさなんかちょっとこう海外の考え方っぽいさ、うん、ブラジルの違いそうそうインに行くもういいじゃんそんな細かいことみたいな、うん、考えなくていいじゃんみたいなさあそこはいいよねでまたあの端正なお顔立ちとさ見ましたのまだ見てないのよまとめてみたいと思ってまとめる派だもん今4話でしょ今6話ぐらいあ、やってんだ、うん、何話目だったんだあれでも今半分って言ったんで、うん、12話あでも今見といてほしいですね面白かった面白いみんな面白いって言うわ、うん、いやだ私じゃあこれからちょっと見るわうん、わっと見てね解説していこうかね大きなお世話かいやしかしね私ねもうほんとねちょっと生まれるのがね早すぎたわうん、あったって私ちょっと早すぎたな生まれるの間違えたなちょっと20年前20年後ぐらいに生まれたら私行けたかもよテラさんそういうのねなるほど、うん、だから楽しそうじゃん今なんかそんなありえんかったよ私たちのあの頃あのその今の子たちの年の頃さそんなあんたねえそれをだからゲイバージョンでやるってことからかあなるほどそうそうそうそれ男と女のさ、まあ、うちらなんか特にコンパ時代みたいなあんな感じじゃんだからあれはいいんだけどそれをゲイの中でさで、ね、ゲイとしてやるっていうのがさ変わったなと思って時代はうん早いわ生まれたのが今20代か30代だったらすっげえ楽しいだろうな私いやまあそのママの時代の楽しさもありましたよそのバーバーの、まあ、確かにあのこうなんていうのかなこう大っぴらではないあのちょっ
と秘めた隠しながらのコソコソとした遊び方の美徳もあるじゃん、そこはね私結構それは好きなんだわ。なんかちょっとこうコソコソっとこう動くっていうさ、なんか大っぴらには言えないっていうところもさ、あのまあいいことでもあるけどね。でもあんだけオープンにさ、うちにも来る人もなんかもう、もう普通にパートナーでも家買って一緒にローン払ってかなきゃいけないから大変ですとかって2人でとかって言っててもさ、くっと羨ましい。お互いの親呼んで今日食事会なんですよみたいな、ふーんって。そこは祝福してあげてください。それは祝福するけどさ、変わったねみたいな、親呼んじゃうんだって、僕はゲイでみたいなこと言ってさ、親もさ呼んでさ、家2人でパートナーで家買ったんでローンが大変ですとかって言いながら、クッ私もローン払いてえわって、払いたい、共に、あ、気づいたら T シャツ、ありがとうございます。これもこういう感じで、はい、売れてる？あ、もう買っていただいてますね。本当ありがたいね。ちょいとちょっとやっぱその T シャツ需要で頼んでからちょっとかかるんですよ、そうだね、受注制作だもんね。そうそうそう、でちょっとあのこの夏着たいなって方はお早めに。そうだね、あの9月までねクソ暑いって言ってるからね、全然平気、いつでもいつでも平気よ、そういえばカレンダー撮影もしないし。そうじゃん。あ、それとね、秋になったらねキャンプ行こうって、とうとうキャンプが、お秋になったらキャンプ始めましょうっていうことですよ、で昨日もう見えてその方が、はい、キャンプやろうかって言ってやるって言って、ようやく秋ぐらいがいいですね。今はいかん、死んじゃうよね。虫も多いし、虫も多いし、虫ね、虫を嫌い？あ、全然、でも焚き火とか、セミ触れる？されます。泣いてる時よ、泣いてる時はしんどいかも。そんなに泣くってくらい泣くじゃん。必ず毎年一匹必ず家の前におるんだよね。あ、いる、開けた瞬間にあ、いるって言って、これ絶対に泣くって言って、死んでるかなと思ってね、ひっくり返ってんだけどね、ちょっと触ったりガーって言うじゃん、ガーって言って、もう嫌だ。1週間頑張って生きてるんで、確かに。次回ですけど、あのなんと桃江さんが誕生日だったんですよ。おう、で、あの明日は宇多田ヒカルのライブに行くからダメっていうことで、すいません、おめえもだな。裏山桃江さんも行くって。なんかすごい倍率だったらしいですね。そうなんだ、知らんかった。宇多田ヒカルのライブがあることすら知らんかった私。俺も知らんくて、ね、あのツイッター見たら流れてきて、特別好きなわけじゃなかったんですけど。そんなに好きじゃないんだったらちょうだいよ私。今めっちゃ聞いてますから。本当ちゃんとあの練習していかないと面白くないよ、最新の歌とかも、最近の歌とかさ、あのそうそうそう、なんかアルバムがあって、そう、それ聞いていかないと、何の歌ってなっちゃうじゃん。あの歌好きだわ、あのあなたじゃ、あの昔のさ、あの花束って歌あるじゃん、花束を君に贈ろうってね、いい歌、いい歌、歌で思い出しちゃった。最近さ TikTok で上がってくるんだけど、あの歌心リエさんって知ってる？誰ですか？韓国の日本大会、日本と韓国で大会がやって、日本代表になったの。もう50歳なんだけど、もう諦めようかと思ったけど、家族が君には歌があるじゃないかって言って応募してやってみたら日本代表になって、韓国行って、今韓国ではすごい有名になっちゃって、歌が素晴らしいって。何のあれですか？なんか分かんないんだよそれはよく。で私こうやって TikTok 見てる間に雪の花、あの人が歌って、中島美嘉が歌って、あれを歌ってたの、めちゃくちゃうまっと思って、でこの人がですね10月の2日に大阪でライブやるんだわ、もうどうしても行きたいと思って、来るよこの人。来ます？来る。私がこうやって見てめったに言わんじゃん、この間のあの借りかけてたってやつもいたじゃん、
あれもダム入っちゃったんだよあれ。愛とハイボール。うん。借りかけてたーってやつもあれも来るよもう。もう、ね、先見の目があるんですよ。歌心リエっていう名前もいいですね。うん。歌心リエさんのライブ行かない？あ、行きましょう。本当？泣いちゃうかもしれない私。歌で泣けるってすごくないですか？うん。これ雪の花聞いてほしいこの人の。うん。すごく上手。でもあの美空ひばりさんの川の流れのように、うんうん、あれもなんか ばあちゃんとの思い出の曲なんで、ちょっとそれで泣いちゃうかもしれないです。ばあちゃんも歌ってたの？好きでずっとかけたんですよ、そのばあちゃんの部屋で、うんうん、まだ聴いとんのみたいな話。あんたが？ばあちゃんが。ああ、ばあちゃんがずっと川の流れ聴いてて、そう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 、それが思い出なんだ。知らず知らず歩いてきた。違う、これの舞台違う、もっと優しかったです。知らず知らず。美空さんのライブも行きたかったな、生きてる間にね。やっぱそうですね、その生きてる間に、うん、そう行きたいって言うじゃん、うん、ってなると今矢沢も行きたい。まあまあ元気だけどね、うん、矢沢もちょっと最後ね、日本の最後のロックンローラーっぽいじゃん、うん、もう行ってみたいなと思って。ちょっと前はね、観客の方たちがさ、ちょっと怖いっていうイメージがそうあったからそうそうそう、ちょっとこうクッとね、うん、なんかもうスーツにタオルみたいなさ、で普通になんかへーとかって言ったらなんかおいとかって言われそうだから、それ避けてたんだけど、最近穏やかになったみたいよ、うん、それであの宇多田ヒカルさんもそうです、自分あの生きてるうちに行きたいなっていうので、うん、確かにね、宇多田は生きるでしょう。いやなんか日本公演が6、7年ぶり。あー、そっか。そう、次行けるのいつってなったの。いいなあ。と誰行きたいかな。キングヌーとか行きたいですね。あんまり響かないな。星野源とか全然響かない。星野源ね、別に嫌いじゃないんだけど、いい人すぎてうん、なんかいい人っていう感じするじゃん。うん、でもあのラジオとかだとゴリゴリなんか下ネタ。ああそうなんだ、うん、へえ。まあでも顔がタイプじゃないんだと思うでしょそこだよなんか星野源が塩顔の流行りを作ったみたいなこと言われてる。星野源の塩、そういう塩顔なら私あの子の方がいい。あのああいうあんなだっけ、もう一人あの違う俳優の誰、あの誰誰出てこんじゃん名前が最近そらあの人っつってこういうのが多分増えていくんですよね。うん、本当に最近名前が思い出せんの。本当です。本当、うん、早いね多分テレビ見てないのもあると思うんですけど。うん、あこれ坂口健太郎。塩顔か。塩顔でしょ。向井悟だっけ。向井治かな。治か、向井治。なんかその人たちって塩顔だけど奥舞台ね、うん、塩顔俳優で調べたけど星野源19位だよ歌手ってことにしててください。ああ田中圭とかも好き。ああいいですね、うん、中村なんていうのこれ。どうですかこれ。智也かな。ああそう、あの水戸ちゃんと結婚した。うん、声がいいねあの子。うん、水戸ちゃん好きなんだよな。みんな言うね男の人。なんでどこでもそうじゃない。愛嬌。ああやっぱり女の子愛嬌で愛子が持てるんかね。絶世の美女ってわけじゃないけど、うん、一緒にいて朗らかでニコニコして。ママが女の子で好きな顔みたいなのいるんですか。ああ天海祐希とか好き。ああちょっと強めの、うん、うん。あとあの綺麗、本当にこの子は本当に綺麗ねっていうのはあの鈴木なんだっけ、あのまた出るじゃんあのほら綺麗な子。誰、何歳ぐらい。20後半かな。よく CM で目のほらあの兄弟でいる、兄弟で女優なんとかすずじゃないですか。すず、広瀬すず。広瀬すずか。あんたもね
広瀬すずの顔は私完璧な綺麗な顔だと思う、うん、お姉ちゃんの方が好きです。アリスちゃんお姉ちゃん、マジで、うん、ちょっとムチっとしてますね。あんたムチだね広瀬すず綺麗わと思う、うんうん、だ綺麗っていうのは可愛いになるのかな、なっちゃう。そう、北川景子みたいなそのもう完璧っていうさ、うん、あそこまで行くとねまたちょっと綺麗すぎるけどさ、いや綺麗でも広瀬すずもそう綺麗、うん、人間っぽさはないじゃん、人間臭さというかさ、うんうん、あとはなんか誰かな、多分黄金比とかあれなんですよ多分、うん、綺麗な黄金比してる、あの子好き、あのもしも徳川家康が総理大臣になったら出てる子、女の子、あのな君の肝臓を食べちゃうぞっていう映画で言ってた子なんだっけ、肝臓じゃないわ、君の膵臓、うん、浜辺美美奈美、名前なんだったっけな、うん、それ二人ともそう、その子もきれいな顔してます、ね、うん、ああいう顔好き、うん、なんかきれいなんだけどちょっとこうちょっと悪い、お前もしかしてちょっと悪くないっていう、悪いとこ悪くないっていうところがちょっと見え隠れするようなところが好きなのよ。あ、なるほど、うん、お前なんかあれっていう純粋ではねえなみたいなああちょっとこちらこれね、うん、が好き、うん、うん、だから私ああいうあの博士くんとかドラマ出てるさ、あのもうダメだね私たち調べてる時間で5分ぐらいカットするあのあれほらあのよく CM 出てるあの本当に子役が出てる子、寺田心くん、心くんとか女の子の あのモリマミマミムミムミなんとかモリモリって歌ってる子誰だった、まるまるモリモリ、まるまるモリモリ、あの子なんだっけな、あもうもうだいぶ大きくなられて、そう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 、これね思い出せないとね脳細胞死ぬんだって、やばいっすよね、まるまるもりもり、芦田愛菜だ、あそう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 、愛菜ちゃんやばいなそれがそのそこ、こっちの方がやばくない、やばちょっと不安になってきた、うん、芦田愛菜ちゃんはもういい子すぎて何とも思わんの、可愛いけど、うん、でもなんかバラエティ出てるときすごい愛嬌あるんだけどね、うん、うん、でも悪くないじゃん、あの子とってもいい子じゃん、うん、すごくいい人じゃん 100% ちょっとだからなんかいい人すぎると、うん、そう、あとあの有吉の壁に出てる、あのいつも出てる女優さんいるじゃん、しおりちゃん、うん、絶大な人気じゃんあの子、うん、でもめちゃくちゃいい子じゃん、うん、うん、なんとも思わないですよちょっとね悪いの見え、悪いとこち見え隠れしないと、うん、やっぱ人間ちょっと悪いとこ見えて好きになるみたいな、うん、いやめちゃめちゃいい子だな、友達になりたい、絶対友達だよねとかってなりたいんだけど、なんだろうな、そういう面ではちょっとなんかいい人すぎる、うん、敵に回したら一番怖そうな感じはね、あ確かに怖いというか、もう裏で誰が芦田愛菜そういうそのいいところしか見えてない人が、うん、クソがとかって言ったらね聞いた瞬間にわでもそう考えるとやっぱ大変だなと思いますよね、うん、週刊誌とかにも追われて、うん、本当に芸能人って大変だよね、今までそれちょっと大変って思うとこあるじゃないですか、もう最近でも本当にあの外に出る格好も気をつけるようになったし、あの本当にね隠し撮りされるから、うん、あの本当に格好気をつけるようになったよ、本当よかった、うん、ローションも普通に持ってさ、うん、普通に買っとったじゃん、うん、もう今もパパッとコソコソって買ってる、怪しいAmazon で買ったらいい、そうなんだけどね、で杉谷局に売ってるからさ、杉谷局に近く行ってこそ、とかボラギノールとローションとセットとかって横にこうスッとこうちょっとかくいろいろかくしてそれでは、はい、あの暑い夏ですけども皆様お体に気をつけて、私もこれからですね
なんていうの、夏以降のイベントでですね、あのどんどん頑張っていきたいと思っておりますので、はい、あのまあ、楽しんでまいりたいと思いますので、はい、はい、周年はどうもありがとうございました。皆様暑い夏乗り切りましょうね。次回はホモエさんのお誕生日パーティー、パーティーじゃない、ホモエさんのお誕生日を祝おうというコーナーでございますので、お楽しみくださいませ、はい、それではまたね。2024年9月の15日ポートメッセイベント館でアクアガレージイベントでございます。皆様どうぞお越しくださいませ。